因縁、再びナックルをかけた宿命の戦い、この福岡で決着する。3つ入りました。剛腕クイーンコング、高梨ナックル美穂。女子ファイター離れしたパンチ力を武器に KO を重ね、キャリア3戦目でクラッシュ王座を体感。その防衛戦ではタイの強豪を撃破し、 K1 の舞台でも他団体の王者ミオを相手に完封勝利、無敗街道を突き進んでいた。そして迎えた今年3月、 K1 初参戦のマリオ相手に KO 勝利を期待されたが、まさかの苦戦。ワンツー返していった高梨、花っ柱のあたり、延長判定までもつれる接戦を強いられた。苦しみながらの勝利に、正直負けたなって思ってて、プレッシャーと、あと教えてもらってたシラー先生が最後のセコンドについてもらう試合だったので、そういう部分で余計に倒さなきゃって思ってた部分があったのかもしれないです。なかなかペースがつかめなくて、距離感が捉えきれなかったところがあったかなって思いました。やりづらかったですね。納得のいかない勝利に悔しさをにじませる高梨に、すぐに再戦の機会が訪れる。よしって感じですかね。自分の中ですごいモヤモヤしてて、次の試合に行くのが嫌だったんで、てかやりたいなって自分の中で思ってたんで、から今回組んでいただいてすごい嬉しいです。嬉しかったです。もう次は絶対勝つっていう思いでした。ブラックナックルマリー。岡山県ナックルズジムで15歳からキックボクシングを始め、高校在学中にプロデビュー。2018年には初代 NJKF ミネルバ女子ピン級王座を獲得。38戦のキャリアを持ち、他団体のさまざまなチャンピオンたちと拳を交え、今年3月には K1 初参戦を果たした。今までで一番大きい舞台だなっていうので、緊張よりこう楽しみの方が大きかったです。つかみなしでこう打撃の打ち合いができるのが自分に合ってるなと思いました。言葉通り真っ向から打ち合いを展開し、元クラッシュ王者をあと一歩まで追い詰めた。全然負けてねえ。負けてねえ。パンチヒットの数も変わった。クリーンヒットの数だと思えばっかりよ。やってみて、自分が実際手応え感じたんで、全然勝てるなって思いました。思ってたよりパワーを感じなかったっていう感じですか。なんていうんですかね、多分私をちょっと舐めてたんじゃないかなっていうのは思います。前回対戦前の会見では、負けてばっかりのやつには負けが似合ってると思うので、明日は最高の負け方にしてやります。よろしくお願いします。強気な態度でマリを挑発していた高梨だったが、今回はなりを潜めている。その挑発が全然なくなったんで、あれって感じです。自信がなくなったのかなっていう。ちょっと舐めてました。勝ってから生意気なことは言いたいと思います。下手な煽りは必要ない。拳で語り合って白黒つけようじゃないか。やっぱりパンチで KO したいです。パンチが得意だから多分リングネームにナックルって入れてると思うんで、私もニックネームがブラックナックルなんで、ナックルは譲りません。それを取られたらまずいんで、必ず私が KO で勝って白黒はっきりつけます。かかってこいよって感じです。
思う存分殴り合い、どちらのナックルが本物か完全決着で終わらせろ。スーパーファイト K1 女子ミニマム級、高梨ナックル美穂 VS マリー。